さんいっぱいいると思います。一番大きなエンペラーペンギンさんから一番小さな、かわいいですね、小型ペンギンさんっていう種類のペンギンさんまでいて、今ね、ここにいるペンギンさん、ちょうど中くらいのペンギンさん、中型のペンギンさんに当たります。じゃあ次、ペンギンさんの口の中です。皆さん、ペンギンさんね、歯が生えていると。押してる人いません。歯が生えていると思っている人いるかもしれませんが、実はね、ペンギンさんの口の中こんなことになってます。見たことありますか？これね、ペンギンさんの口の中の写真なんですけど、ずっと見えるから大きくあーんとしたところです。これね、歯じゃなくて突起なんです。ペンギンさんは上顎とベロの表面はギザギザの突起状になっていて、これでね、一度捕まえた獲物を逃がさないような構造になっています。全部ね、内側に生えてるんで、獲物を逃がさないんです。で、現在ペンギンさんのご飯に、福島動物園ではお魚さんのね、あれですね、はい、こんな感じです。あれをあげてるんですが、飼われていない野生のペンギンさんはアジの他に、これですね、カタクチイワシさんも大好きでいっぱい食べてるそうですよ。じゃあ今ペンギンさん、ギザギザしか口の中にないって言いますね。歯がなかったらうまく食べれないんじゃないかなと思うかもしれませんが、ペンギンさんね、すごくうまくご飯食べるんです。じゃあ今から飼育員さんがね、ペンギンさんにご飯あげてみたいと思うんで、ペンギンさんの食べ方、皆さんね、よくご覧ください。じゃあちょっとあげてみたいと思います。見えますかね？あ、いやばい。もう、カッパしちゃった。ペンギンさんね、歯がないんで、お魚のアジを頭側からつるんと噛まずに丸飲みしてしまいます。で、アジを頭側から丸飲みするのにはきちっとした理由があるんです。例えばね、アジを尻尾側から口の中に入れてしまうと、アジのヒレのトゲトゲとかがね、口に刺さったり喉にね、つっかえてしまったりして、うまくつるんと食べれないんで、頭側にくるんと回して器用に食べてしまいます。